米沢社長の経営観に影響を与えた、まあ、先ほど商業界の活動の話もありましたけれども、なんかどういったエピソード一番影響を与えたのはもう商業界の蔵元長治という先生ですね。この方はどういう方なんでしょうか。それは小売業の先生、コンサルタントです。小売業はどうあるべきかということをずっと追求した人がいるんですよ。江戸時代の地田梅岩みたいな人でですね、地田梅岩も江戸時代商売というのは癒し仕事だと言われた時にですね、商売こそ経済にも大事、豊かな生活するのにも商売大事だと言った地田梅岩というやっぱり偉い人がいるんです。でその思想を引き継いだ蔵元長治という人がですね、一生懸命そういうことをもう全国講演して回ったり本を出して、でその人から今私が言ったようなことをずっと商売のあり方というか、ね、商売のあり方、この商業会の今会長、4年前まで私が全国の会長だったけどですね、全国の会長は株商業会っていうのが倒産して、はい、その時今度は商業会館という、うん、また会社があるんです。で私がそこの社長になってですね、その商業会館を超優良企業にして、その収益を商業会運動に使おうというふうに私が方針を変えたんです。でうまくいってます。なるほど。この商業界で学んだことを今経営の中で生かしていらっしゃるとい う、ね、僕は蔵元長治、長治先生の本、はい、これはもう何回でも何十回でも読んで、うーん、蔵元長治、うん、江戸時代はこの地田梅岩という人が、商人のお師匠さんだったんです、はい、でこの時のことを本にしてあるんですね。もう何にも仕事がなくてですね、しかしもう仕方なく商売をやらされるわけです。それは頭が良くて何でもできる人だったらいいけど、地田梅岩も家が貧しくて勉強もできない、でどうしようもないというような環境で育って、やっぱりもう何も仕事がないと、もうじゃあもう自分はもう商売するしかないと言って商売してみた。そしたら商売というのはもう本当尊いことだということに気づくんですよ。それから40ぐらいからですね、そういうことを教える先生になったんです。商売してると惨めなことが多いです。物を買ってよさよ、頭下げ一生懸命頼んでですね、きついんです。しかしそうこうやってるうちに商売っていうのは本当大事ということを気づいて、気づくと今度それは楽しい仕事になるんです。そういうようなことを蔵元長治先生でも経験しているわけですね。米沢社長の人材育成の考え方について伺ってよろしいでしょうか。僕はそれはうちあたりには優秀な人が来ない、その社員の人に失礼かもしれないけど、優秀な人じゃなくてですね、なんかいいところに、例えば銀行に来たかったけれども銀行通らんけん、じゃあうちに来たと、そしたらうちの会社は銀行以上の職場にしようじゃないかという、僕はもう人材育成はそういう気持ちですよ。うちに来た人の幸せを一緒に作ろうという思いですよね。なるほど、うん、会社がどうしてくれるとかじゃなくて、うんうんうん、社員さんと一緒にいい会社を作って一緒に向上していくっていうスタンスを大事にしていらっしゃる、ね、もうそういう思いですよ、はあ、なるほど。この昭和、平成、令和の時代を生きた経営者のお一人として100年後へのメッセージというのをいただいてもよろしいでしょうか。100年後のメッセージ、はい、働くことが一番素晴らしいからですね。やっぱり今働きの概念がですね変わりつつあるような気がして、しかし実際は働くことが一番尊いという、100年後そうあってもらいたいです。働くことは素晴らしいと、働きゃなんとかなると、どんなその時代になろうともやっぱり働くことが一番素晴らしいです。
今は時短とかですね、そういうのばっかり強調されるけど、働くことは尊いことです。進んで働くという精神を広げたいですよね。いや、梅沢社長、大変今日は貴重なお話を伺いまして本当にありがとうございました。自分に言い聞かせてるわけですよありがとうございます。